ガストの麺ってどうなのかなって思っていたけど食べたくなってきた。お待たせいたしました。麺くらってください。麺屋ガスト開催中。笑顔も膨らむね。ガスト。お願いします。お願いします。お願いします。おはようございます。おはようございます。お願いします。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お父さん役の山崎育三郎さんです。よろしくお願いします。お願いします。そしてお母さん役の森恵梨香さんです。よろしくお願いします。なんか仲いい家族はなんか平和な可愛い感じになればいいかなと思います。はい、はい、本当に楽しく終えたなっていう印象で、家族で本当にワイワイ話しながら、子供たちも賑やかに楽しみながら、とにかく楽しく撮影が終わりました。今度来たらこっち食べちゃう。やってあげよう。これさ、これうどんでしょ？うん、それ食べちゃう。じゃあ私からさ、美味しいよね。皆さん入られます。よろしくお願いします。はい、よーい、はい、お待たせいたしました。かしこまりました。すごい家族がすごい楽しそうな雰囲気で、こっちまで幸せになる感じだったんですけど、私も学生時代にアルバイトで飲食店で勤めてたこともあったので、なんかこんな家族素敵だなって思いながら、すごい楽しくあっという間に終わっちゃいました。おいしい。あ、パパラーメン頼んでる。食べたかったんだけど。本当に本当に言ってみよう。すいませんでした。すいませんでした。パパどうだ。なんだよ、パパどうだ。もう子供たちが楽しくなっちゃって、笑いが止まらなくて、ずっと2人が楽しそうにやってるので、釣られてこちらも笑顔になって、はい、なんかいい雰囲気だと思っておりました。あー、美味しかった。これだね、まあ、子供がいたのもあるんですけど、そうですね、共通点があったので、自然にすると家族の雰囲気が合わせたなと思いました。私もそう思ってます。